やってない、何もやってない。桑原さんほど一貫性のある人間はいない。なんで、ね、直前までも引き続きね、はい、あの好きな漫画の話とかしておりましたけど、どこから引き続いてるんでしょうね。いろいろねじり曲がって直前に本当弱虫ペダルの話になって、はい、で全然僕とそのホビージャパンのスタッフさんがあの弱虫ペダルの話をしてたら、あのちょっと食いついてきて、全然好きですよ、誰好きなんすかって話になって、荒北くんですよね。荒北康智くん満場一致で桑原路線であると、桑原顔であると、そんな若い今泉くんだと思わなかったですか。今泉くんではありませんね、荒北です。でもなんかさすきくん好きって言ってるのに荒北くんなんですか。なんで私が言ってるんですか。なんで自分の弁護に入ったんですか。桑原正義感が自分の弁護に入ったこのルートなら今泉くんはなんていうか、まあ、なんか別になんか早めに味方じゃないですか。確かに、そうチームメイトだし、はい、そうそう、荒北の方がなんかそのなんというかちゃんとライバル感があるというか、なんというか最初何推奨ライバーって最初ライバルなんですけど助けてくれるじゃない、途中で小野田ちゃんとか言ってめちゃくちゃそれが好き。そうなんですよね。割とそのやっぱスポーツで競技で戦ってる人たちではあるけれど、はい、基本的にみんなでちゃんとより高め合うよという気があるから、うん、めっちゃ荒北いいキャラなんですよね。荒北くんめっちゃ好き、一貫性がすごい。桑原ソートやりてえな。ティアー表っつんだけなんかあのあるじゃんS ランク A ランク A ランクあの桑原ゆき強さ強さランキングみたいな、ね、いろんな作品でやりたいですね。確かにね、ご挨拶してください。皆さんこんばんは、桑原ゆきです、はい、一貫性のある女桑原ゆきでございます。覚えやすいです。覚えて、あの顔の好みだけでも変えて覚えてみてくださいね。そうですよ、皆さんこんばんは、青木ゆうまです、はい、この番組は HJ 文庫 HJ ノベルスコミックファイアのレーベル、そしてテレビアニメ作品を盛り上げるための生配信番組となっております。はい、始まりました。僕らも体が温まりきってるから今日は特別な日ですからね。そうそうそう、なんかどうしました、記念日ですか何かの、はい、今日も特別な日です。イベントを終えて、今日初めてのリアルイベントだったんですけど、うんうんうん、終えてそのままスタジオに来てみんなで体ほっかほかですかね。ほっかほかです。なるほどですね。その振り返りをするためにもまずはこの人を呼びましょう。X のね、ハッシュタグのポストとかね、あの YouTube のチャット欄とかでもここだけが心残りだと。なんと会場で桑原さんと僕の呼び込み終わって、みんなで桑原さん、青木さん終わったんですけど、はい、村上氏のことだけ呼べなかったと、みんな。そっか、いつもここでやってる。そうそう、で俺も直前までは出て行った後に、じゃあみんなも呼びたいだろうから村上氏のことを呼ぼうみたいなくだり用意してたんだけども、登場いっぱいごちゃついたじゃん俺たち。その手で飛んじゃってって、もうやめて。なのでちょっと改めてね、チャット欄とかハッシュタグの皆様、せーのでみんなであの人を呼んでみましょう。せーの、村上氏。はい、こんばんは、ホビージャパン村上です。ありがとうございます。やっぱこの3人です。そう、おしゃほんといえば我々3人でございます、ね、はい、はい、ということでございます。そう、みんなも呼びたかったっていう名前を、はい、いやー、ありがたいですね、うん、ありがたいですけど、確かに言われてみればその通りで、僕今日進行役だったから、うんうん、確かにそうか、前説しちゃったらもうそのままの流れですもんね。そうそうそう、でさっきも言ったけど、登場した後にじゃあ改めて呼ぼうかってやろうと思ってたのに、はい、気づいたらもうぐしゃぐしゃになってたんだよ。なんかなんかいろいろありました。総合するとなんか自分でやった方が良かったという説もあります。練習でなんか村上していきましょうかっつってやった方が、全てがなんかすごい盛り上がったいいイベントだったんだけども、序盤の記憶だけがなんかこうマスクがかってるという。そうですね、なかったことにしてる部分もあるかもしれない。さすがに来なかった人も多いと思うので、なんかざっくり説明しますか。そうですね、起きていたのか、はい、事件は、まあ、とりあえずあの僕が入ってきて前説します、うん、はいはい、でなんかこうそのね、あの名前呼ぶ練習とかのくだりをお客さんと一緒にして、そうそう、これが初期のイベントですからね。あの開演前に裏で俺が村上氏にその MC の極意として、はい、意外とこの割とその書店さんの会場という広くはない会場の、しかもその会場的にもこの普通のビルディングであって、ホールとかライブハウスじゃないからみんな声を出すことを臆しております。そうそう、白い蛍光灯っていうのも意外と皆さんが平時のテンションに戻っちゃうきっかけになるから。そうなんだ。そうなの、会場暗いとか大事なの。なるほど、自分の手とか周りの顔とかが見えてると同じくらい自分が見えてんだって気持ちになるから、確かにテンションが上がりにくかったりとかする。知らなかった。だから事前に村上氏に急に桑原さんとか呼ぶんじゃなくて、あの一回声出しとかした方がいいよみたいな、温めてから、そうですね、っていう話をされて、だから最初あの行ったらみんなちょっとあんま声出ないと思うから、うん、あんまちょっとなんか大丈夫だよみたいな、うん、あの盛り上がんないかもしれないけど大丈夫だよみたいな言われて、うん、行ったらいきなり大歓声をいただいて、そう、もうふーみたいな、村上氏ってなって、大人気イベントだよ、村上単独イベントみたいな、その盛り上がり。温める必要なかった。俺がしたアドバイス全意味なし。そうそう、
青木さん嘘やんとちゃうやんと俺びっくりして、逆に言うとあのタイプの会場のイベントであんなに盛り上がってるの聞いたことない一体感ありましたよね、すごいね、ありがたかったですね。で盛り上がりの中で一応村上氏は桑原さんと青木さんみたいにみんな呼んでみましょうって練習をしてくれてね、それでそこから呼び込みを入れたんですけど、ここでちょっとあの小ボケがね入ったんですよね、小ボケがね、小ボケが入って、小ボケたいからっていうか、その我々3人で受けたいから受けたかったこのイベントの楽しんで笑ってほしかった。 そこで呼び込みで、あの僕はちょっと前から入ったんですけど、はい、普通にお客さんから見て正面のなんかこう、うん、人が登場しそうなスペースから、そうそうそう、3人が登場するであろうというまずミスリードが、ね、あってね、村上氏が出てきて、はい、でその上で横、その会場の横になんかその脇の動線とつながってる白い扉みたいなやつがあって、そうそうそう、そっちは他の人から見たらさ裏動線だからさ、うん、人がここから出入りするとは思えない位置にある扉、あのノーマークのポジションに扉があってね、そう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 、はい、でそこから、まあ、リハの段階で桑原さんここから出てきちゃいますと、そう、楽屋からも直接つながってる扉なんですけど、そう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 、こっち正面から出てくると見せかけて、うん、えここからみたいな、そう、要はお客さんの客席のその席とかにも近い位置からわって出てくるから、めっちゃ近っ、あー桑ちゃんってなってさそうですよね、パニックよパニック、そうそうそう、どうしよう、だからわーっとかなっちゃうかなみたいな打ち合わせもしない、だから念のためそのあんまりも扉と椅子が近すぎるとパニックになっちゃうからって、うん、みんなで本番5分前ぐらいにさ椅子をさ20センチぐらいずらしてさ扉の前スペース作って動かしてわざわざ桑原パニック起きちゃうからと動線確保したそうで桑原さんの登場でそれで盛り上がった上で俺はまた逆の本当に皆さんがその列整理をしてたあの本屋あの後ろ側からねエスカレーター側の裏から登場して桑原さん盛り上がる青木さんなんと後ろから登場なんでわーっていうね、はい、想定をしてね、はい、あこれは盛り上がっちゃうぞとめっちゃ打ち合わせしてどうしよう受けすぎてでまず村上氏がもうオープニングからもう大歓声を受けてそうですよね、あの歓声をいただいてそうそうそうこれはいけると思っていけると思って流れを作ってでみんなで呼びましょう桑原さーんっつってバーンと登場して全員がなんかぼやちょっと滑るあーみたいなあれ何だったんですか。いや私はちゃんと感想聞いてなくてあれ何が起きたんですか。でも私もそのドアの向こうでうわーって聞こえてたからやった楽しみだなと思ってそうそうそう、ね、受けるやろうなドアにぴったりくっついて出るよ出るよバーンって言ったらみんなおえそっから思い描いたあの母ちゃんみたいなやつがこうしながら出よっかなって思ったんですけど走ってそうそうそう大急ぎでパンサーゼロで大急ぎでステージのセンターに向かって行って急いで急いで走ってでさ桑原さんはその時点でさ、はい、思いもよらず滑ってるからいいよ俺はさ会場のさ後ろ側でさ無音の桑原登場を聞いてるわけで見えないんだよ俺からは見えないけどなんか桑原さんが登場から滑ってるやめてよあれ滑ってるのはちょっと表現が良くない良くないですよそうでもあの滑ってたんですよ音だけだと本当に全然盛り上がってなかったそうなんですなんかみんなもおうみたいなパチパチサービス精神の塊のような登場してるのにそうですって村上さんじゃない青木さんが、うん、いやーって言いながら登場するっていうのも打ち合わせしてたから、うん、その後その桑原さんがまずバーって出てきてわーってなってる想定ですよ、うん、で俺後ろからあの爆笑問題の太田さんがいいともとかでやってる助けてくれって言いながら出てくるっていうの絶対やろうって決めてた直前で無音になってるのに全体が盛り上がってるならまだしも本当に助けてほしい人の出来上がりこの時点で無音の私の直後に青木さんが助けてくれでさこれさあの裏話なんだけどあのホビージャパンの村上氏とかねあの他の社員の人たちが割と僕がやってるバンドの学園祭学園のメンバーのことを好きでいてくれてて村上氏とうちのバンドメンバーがすごいガンダムシートフリーダムの話したいみたいな話もしてたから市川、はいはい、君と阿部君ってメンバーを招待してたの、はい、でそれが最後尾に2人で座ってんの俺が登場して助けてくれの一言目の目の前が20年来の友達なのでさらにその2人はやること知らないですからねそうそうそうそこから出てきてそれを満金でやること知らないから余計恥ずかしいぜ、ね、19歳ぐらいからの友達がさ桑原さんが出てきて無音でその後俺が大きい声を出しながらさ会場を暴れ回ってさやったけど全力でやりましたねあそこであの全力行くのが青木さんのすごいところですよねやったやったあそこでちょっとでも引っ込んだら太田さんの意味ないからプシュッ
やってさでまあ大急ぎでマイクオンにして、はい、全てませんでしたって確認をして怖かったです今そうですね、うん、私を駆け抜けてそこの記憶飛んでて、はい、青木さん入ってきて、うん、で今日はあんま楽しくないかもなと思いながら思いながらじゃない思いながらじゃないこりゃ楽しくないぜって思ってたらそっからの伸びがすごかったそのねこれオープニングの話を今10分かけてしてるからまるで盛り上がらなかったイベントの話みたいなすごい盛り上がったそうですまじバカウケだったね今日ね全員がそうですねバカウケ、はい、大盛り上がりよかった最初あれで最初盛り上がりすぎたらこうなるけどそうだってまとめの時に桑原さんが最初もうほんと想定ではオープニング受けすぎてその後ちょっと盛り下がるんじゃないかな出落ちみたいに出落ちになっちゃうと思ってたから真逆でしたね尻、はい、上がりにこう上がっていく感じでねうなぎ登りのそうそうそういい言い方、はい、マジで最高本当にあの来てくれた奥野さん本当にありがとうありがとうございますめちゃくちゃ楽しかったあのまた企画しますんでねぜひ、うん、あのよかったら参加いただければと思いますお願いしますめっちゃ楽しかった、はい、いやハッシュタグの方とかでもね盛り上げていただけておりましたしですねあの感想まだまだお待ちしております、はい、面白かったところとか書いてほしいぜひね記憶が消えないうちにそうそうそうみんなが割とでもいろんなトピックスあるじゃないですかあのここ面白かったあそこ面白かったよりも全員がオープニングの反省会してたもっとなんかジャーンとかどうもみたいな去った方が良かったんじゃないかみたいなそのカラさんが多分無音で扉から出てきたんだと思うんだよ多分そのマイクもそうなかったんでなんかとりあえずでも想定では多分出ただけでダーンってくるのが頭の中にあるからあまりにも川山陽じゃん狸も見たことないのに川のことだけ考えてる人売れるやろなって川のこと過信しすぎてなのでね本編のこの今日の配信の感想もそうですけれどもイベントの感想もどんどんよろしくお願いいたします、はい、そんなハッシュタグの方ですね何に書いたらいいのかさっぱりわからないということでございます、はい、想像もつかないなハッシュタグ今日は特別にですね特別な文字列があるんですね特別に今日特別な日ですもんね今日もね、はい今日特別なので、ね、何記念日と名付けてくれるんでしょうか特別な日何記念日、うん、特別な日ってずっと言ってるから特別な日ですよほにゃらら記念日みたいな名前ついてた方がよくないですかそういう時ってあそうですね、うん、今日は、うん、じゃあ滑り記念日桑原さんが大受けだと思って登場したけれども想定を大きく下回る滑り記念日風化させてはいけない風化させてはいけないぜひね HJ おごしゃほんのハッシュタグを使ってですね滑り記念日であること見ないでよかった配信とかアーカイブとかなくてそうっすねあれが映像で残ってたら本当に手痛いですゾッとする、はい、あれとタガメがずっと残り続けてるいややだタガメなんであるのいつまでも前回も言ったけどぜひこちらのハッシュタグの方でよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますお願いしますよしじゃあ始めていきましょうかね、はい、タイトルコールいきますよはい行きましょうそのここの1ページ目のケツに桑原勇気って書いてあって2ページ目の頭に青木ゆまのって書いてあるんでめくりながら行きましょう行きますよ、はい、桑原勇気青木ゆまのおしゃべりな本棚アットライブせーのスタート。いやみんなで言いましたね難しい尺をみんなで言ったねみんなでパートって言いました、ね、今日そうそうそうリアルイベントならではのこともいっぱいございましたね、うん、はいということでございましてメインコーナー行きましょうかねはい、あ違うお忘れてたハッシュタグの下りの時に、はい、X でみんながポストしてくださいの下りの時に、うん、桑原さんもなんかポストしてたじゃないですかって話しようと思ってたんだそうだみんな見ましたかそうそうそう窓辺をまとめましたよ窓辺のまとめ窓辺のまとめをしましたよ何が起きたんですかこれはあこのイベント今日やったイベントの中で、うんうん、あの窓辺の紹介も紹介というかアニメ始まりますよみたいなお知らせをしたんですけど、うんうんうん、その時に私も HJ 文庫さんからコミックスをいただいたのでということで、うんうんうん、こうまとめたものがあるので先月のお写本の時点で帰り品にホックホクの顔の小原さんがでっかい紙袋を抱えていて何かなと思ったら窓辺全巻もらってたんですよねめっちゃ良かったグルグだグルグめっちゃ良かったそのどっからどう見ても桑原顔がいますもんねキャラクターにもねまあそうですねずっと話してるバルバロスは、うん、バルバロスそうなんですけど、はい、全然そのザガンも好きよっていうその全然
ザガンも好きだしって。ザガンも基本的に好きな上で、はい、どうしても抗えないやつがいるしっているし、なんか推しも増えたしみたいな。推しも増えたし、はい、確かに見たけどさっきポストも画像にまとめさせていただいて、早くこれの声も教えてくれみたいな、その声っていうか出てくんのみたいなところが。あ、確かにね、はい、ゆさゆさしたけどまだ何の情報も、はい、アニメ一気に出てくるかどうかをホビージャパンを詰めたんだよねえねえねえ、ウサグーだか、ね、コミックスだかの8巻だか7巻ですか。7巻、7巻ですかね。表紙にいます。はいはいはい、これは誰なんですか。この子のお名前って何でしたっけ。この金髪のボブカットみたいな少年、このネフテロスっていうエルフの、うんうん、なんて言うんでしょう、上司と言いますか。この子のお名前が知りたい、うん、とにかくだから今まではバルバロスだったのが突如彗星のように新たに気になるやつが登場しちゃったんだもんね、はい、そうなんです。だからこの画像にも書いてるんですけど、うん、その一番右下に To be continued っていう、そのまだまだ私の窓目は終わってないよっていう私の情熱がどれぐらい高まるかがまだ天井知らずであると、はい、この子がめちゃめちゃ良くてですね。何がそんな刺さるんですか。まあ、なんか可愛い見た目で最初現れるんですよ、うん、ほいほい、天使みたいな感じで、うんうんうん、どうなるかっていうとこもう、でもちょっと表紙の表情でわかるか。まあ確かに確かに、ただの無邪気な男の子じゃないのはわかる。それがめっちゃ良くてこの子はあれですね、ビフロンス。あ、そうだ、ビフロンスくんだ。いいね、そのさ、いろんな桑原目線で見てもいろんな推しが登場しそうな感じ。なんかこう憎みきれないところもあったりとかして、うんうんうん、ちょっとギャグっぽいコマとかもあるんですけど、いや可愛いだけではなく、でもそんな一面もあるの、でも憎めないみたいな、結構何回もあったんですよね。何味もあったの。何味もありました。味変がありました。そうなんです。で、あれですね。いっぱいいっぱいいっぱい X 見てるけど、どうした。バルバロスのスピンオフの方も読ませていただいて。あ、そうです。わざわざ2ポストにわたってね。しかもなんかその感想、イベントの時に、イベント中にこの後配信までの間に、はい、感想ポストしますんでって書いてて、うんうん、あ、なんか文字で書くのかなと思ったら、そのインスタのストーリーみたいな画像にまとまった感想が流れてきて。本当だ、私 X でインスタしてる。そうそうそう、ストーリーの感想のまとめ方してる。そう、スピンオフの方ね。そうっす、バルバロスメインの方ね、はい、こっちはこっちでこう窓目の方が、うん、相思相愛だとしたら、そうね、要は魔王が奴隷のエルフと2人でちょっとなんかこう2人とも思い合ってるのに素直になれないみたいなやつですもんね。そうです、その多幸感、思い合ってるというその、うんうん、ハッピーをもらうものに対して、でバルバロスの方が、あれ、悪友の俺がポンコツ騎士を見てられないのだが、うん、どうせは親キャイの方。こっちはもう早く早くみたいな早くでもなんかこのままでいてみたいな、その2つの気持ちが、うんうんうん、もうとにかく可愛すぎて、うん、バルバロスがこんな表情するなんてみたいな。あ、なるほどね、ところもあるんで、はいはいはい、おすすめはこっちの窓目本編の方を、うんうんうん、でバルバロスの人となりを先に知ってもらってから、なるほどね、こんなバルバロスがシャスティルの前でこんな表情するんだとかちょっと変わってきてないみたいな。なるほど、ギャップがちゃんと効いてくるんだ。そういうことです、うん、本編からスピンオフの順番がもちろんいいですよ。私的にはそうですね、まあ、こういったポストがいろんな表情してくれるんで、桑原さんの公式の X の方に上がっておりますのでぜひぜひ熟読してですね、窓目の方を改めてご覧いただけました。4月からアニメよろしくお願いします。いいですね、2段階で味わっていきます。じゃあ、メインコーナーいきますか。いきますか。はい、青木さんの後ろに本棚がございまして、はい、その中に、撮っていただきますトークテーマが書かれてます、うん、そのテーマの中に当社タイトルに関連したものもいくつか入ってまして、はいはいはい、今回のピックアップタイトルはこちら。ババン、はい、モブから始まる探索英雄譚と異世界はスマートフォンとともにの特徴となってます。質問はもうね、さ、もうすっかりそうですね、何回かご紹介をさ し,、うん、していただきまして、そうですね、はい、モブから始まるは、アニメ化が決定してると。おめでとうございます。すごいペースでアニメが増えていく。本当だ、すごい。そうなんですよ、業務的にはとても大変営業職だもんな。そうなん、嬉しい悲鳴、うん、で、まずモブから始まる探索英雄譚からご紹介していきましょうかね、はい、桑原さんの方からストーリー紹介をお願いします。はい、いわゆるモブキャラである高校生高木海斗は、うん、日本に現れたダンジョンで毎日スライムを狩りせっせと小遣い稼ぎをする探索者RPG の序盤っぽい感じそんな彼の前に現れた金色のスライムを倒すと神話の存在を呼び出せるサーバントカードと呼ばれる
時価数億の数億激レアアイテムが。覚悟を決めて召喚すると、そこにはこの世のものとも思えぬ美しさの戦乙女バルキリーが現れる。戦乙女バルキリーだ。うーん、青少年が一番テンションの上がる言葉、戦乙女バルキリーだ。バルキリーって面白いやつ、なんであんな10代の心をつかむんでしょうね。しかもあの中学生ぐらいの男の子って強い女性ちょっと恥ずかしい時期があるのよ。チュンリーとか使うと恥ずかしい時期があるのよ。そうなんですか。戦乙女バルキリーはその恥ずかしさを超えてまでかっこいいっていうところ、セーフセーフそういうこと。違う、これだから設定聞くと、はい、いわゆる異世界転生系っていうよりかは現代日本なんだ。そうなんですよ、現代日本にそのダンジョンが現れて、でそこでこうどうしていくんだっていう、探索していくぞっていう感じの話になってます。だってこれキービジュアルでも主人公さ、めっちゃなんかそのファンタジー武器とかじゃなくて虫除けスプレーみたいなのって、そうですね、そうそうそう、こういうの駆使してちょっと戦ったりとかするみたいなっていう感じですね。まずはちょっとあの PV をご覧いただきましょうかね。はい、 PV ございます。じゃあどうぞ。モブから始まる探索英雄譚。誰？私はシルフィー、召喚に応じ権限しました。戦乙女バルキリー今のそれ言いたいだけじゃないですか言いたさが伝わってくるな。想定よりもチンマイ戦乙女バルキリーが出てくる。チンマイとか言わないね、言わないでね。かわいい、かわいかったでも、うん、はい、ということでね、まあいろいろちょっと気になるところなんですけれども、本格的な情報を出したらこれからというところになってまして、こちら原作がエッチェ文庫でコミックス、原作が8巻まで発売してまして、コミックスはヤングチャンピオンコミックスで3巻まで発売しておりますという感じです。いいな、絶対もし世界がこうなっても俺もちまちま スライムとか倒すタイプだと思うちまちまコツコツ。そうですね、あの腰痛に耐えながら静かに経験値とお金を貯めるタイプだと思うコツコツな、ということで、モブから始まる探索英雄譚、今後のアニメはもちろんですね、H 文庫の原作小説をよろしくお願いします、盛り上がっていますいう感じです、ということでございまして、もう一つの作品の紹介もしていきましょう、お願いします。はい、こちらですね、異世界はスマートフォンとともに、でして、これまでもこの番組で何回か取り上げている作品ですね。じゃあ改めて桑原さんの方からストーリーお願いします。はい、神様の手違いで死んでしまった望月桃也は異世界で第二の人生をスタートさせる。彼にあるのは神様から底上げしてもらった体と異世界でも使用可能になったスマートフォン。持ち前の人の良さを発揮し、さまざまな人たちと出会い大切な仲間を得ていく中で彼は世界を巡っていくということで、まあもうすっかりおなじみですよ、前にそうですね、ほら、山下さんが、山下奈美さんがゲストに来てくれて、そうですね、ゲスト会やりましたね、はい、大人気でございますね、はい、29、こちらのすごい、DC ノベルスより29巻まで小説が出てまして、コミックの方は角川コミックスエースにて14巻まで発売となってます、すごい、もうめちゃくちゃ長寿タイプ、ね、そうですよね、何年ぐらいやってるの、8年ぐらいやってるのかな、ね、7年ぐらいかな、でもその上で時間超えてまたアニメになったりとかで長く愛されてる感じ、はい、ここでですね、初出し情報がございます。はい、異世界はスマートフォンとともにの第30巻、次の巻にてですね、ドラマ CD 付き特装版の第4弾が発売決定しました。嬉しい、いいね、ドラマ CD 付きってテンション上がるよね、上がりますよねということで書き下ろしの新規エピソード と、イラストレーターさん書き下ろしの特製カバーの超豪華想定でお届けということになってまして、めっちゃ豪華、ドラマ CD も第4弾ですね。そして当時は若手だったキャストたちがそれぞれが中堅になっていってる感じなんと豪華、今見ると説明セリフでもそう思わないですか、なんか時の流れ、そうすげえ、はい、じゃあ、今回はですね、ストーリーの方もご紹介していきたいと思います、桑原さんの方からこちらよろしくお願いします、はい、以前スーシーにしたおとぎ話をきっかけにこの世界のおとぎ話についての話題になった桃也たち、それぞれの国に伝わるお話を聞くうちにこの国の未来の子どもたちのためブリュンヒルドのおとぎ話を作ることに。
ちょっと奥さんたちの趣味の混じったおとぎ話の行方とは、ね、最後の2行が変ちょっと奥さんたちの趣味の混じったおとぎ話ってドキドキ。いやそこはちょっと聞いていただくとして、あの、まあ、この、ね、主人公のトーヤ君がブリュンヒルド公国って新しい国を作ったんですけど、何せ新しい国なんで、なるほど、ね、その国土着のおとぎ話がないわけですよね。で子供たちに伝えていくための、はい、何かそのためになるような話というか、おとぎ話ってなんか大概教訓があるもん。そうですね、教訓プラスストーリーみたいな感じですもんね。そうそうそう、っていうのをですね、まあみんな、主要キャラたちで作っていこうという感じの話になってます。奥さんたちの趣味の混じったって何？ドロドロ恋愛劇みたいな。めっちゃそこ気になっちゃう。どうなんやろな。昼メロドラマみたいな。そこはちょっと聞いてもらわんとな。楽しみですね。という感じの内容になってまして、こちらですね、明日の2月26日から、予約受付が開始予定となってます。ぜひご予約いただければと思います。お願いします。はい、ということで今回のピックアップタイトルがその2つということで、はい、という感じでね、はい、まあ、今回もちょっと結構情報盛りだくさんだったんですけど、早速テーマトークやっていきましょうか。やっていきましょう。もう今日もね、イベント上で皆さんにですね、目の前でお見せした俺たちのそのエピソードトーク力見せてやりましょう。そうでしたね。なんかそのお話、この本撮る前も結構喋った気がします。そう、なんかそのはって気づいたら15分くらい経って1時間しかないイベントで本を一冊も撮らずにずっと喋ってる時間があったから、これでもしょうがない、オープニングが失敗してる反省会を15分くらいしてたんですけど、失敗だ。手としてあの3分で着席だったんですよ。そうそうそう、12分ぐらい15分くらいこうやってどうすればよかったんですかね。違うんだっていうやり直しましたもんね、一回やり直しましたね。そうだそうだそうだ。私理想の出会いでなんか全然違う漫画の話出たりとか。ああそうだ、長かったですね。とりあえず今日はもう見事に、はい、見事なエピソードを決めてやりましょう。じゃあまずは本選ぶところから、はい、何番いきますか。シュパッシュパッ3番。シュパッは何ですか今何の音でした。なんかあの空間を切り裂いた逆転裁判の話してたから。逆転裁判の話してたから、そういうことか。こういうイメージで意義ありの感じでやってること。何番でしたっけ、聞き逃しちゃった。聞いてシュパーが気になって3番だ。3番ね、はい、理由はない意義ありなぜ3番なのかの理由を問う。理由はない理由はない押し問答3番桑原さん、すごすぎるわ。桑原ゆうきの可愛いってことだこれなぜこれが青木さんこんなに笑ったかっていうとですね、先ほどのお昼に怒られたイベント、一冊目で可愛い一言を引いてるんです。そうでした、すごっ。そしたらここでもこれ誰が番号とこれ決めてるんですか誰かがそのホビージャパンの女性社員がその桑原さんの思考を完全に読んでる可能性がある今回前回は何番から始まってるかなとか癖とかを全部見抜いて1個目で選ぶように仕組んでる可能性があるできすぎている、すごで、イベントの時もその空っぽから始めたじゃない、はい、そう途中で引くとそれまでの流れから、じゃあこういう流れの可愛いやりましょうかがあるんですけど、そうです、今なもう何も手だと思う。また何にもない今あるのは弱虫ペダルだけあと逆転裁判そうだ、どっちがいいですか、自転車絡みと裁判絡みと怖いワードだな。どれに乗りますか。じゃあ私は結構知ってる方でいこうかな、うん、弱虫ペダル。じゃあ自転車、じゃあレース中って設定にしましょうか。レース中、はい、いきますね。あ、一緒に青木さんも並走してますね。嘘でしょ。しかも二人とも全然前傾でもないけど、うちの国道をママチャリで走ってる二人。姫姫の。負けない。あ、姫姫の。姫姫の。秋葉原からね、山を越えてくるんですよね。よし、青木さん、私が引っ張るんで後ろについてください。あのスリップストリームですね。風の抵抗を感じない私の後ろに。やった。ついてきてください。助かります、桑原先輩。はい、俺に任せとけ。と思ったら、はい、あのここだけの、舞台版の方でした。だけだミュージカル版でした雑雑しょうもねハンドルだけ握ってるやってるやつだったんだ俺たち。そうです、ね、確かに変だなと思ったんだよ二人とも。どう考えてもそのなんていうかあのスポーツタイプに乗ってなかったから想像で体しっかりカクカクだったもん、ね、いやこれはあの、うん、一
ベントの時はお客さんがいてくださったんで、うん、その無理やりふーみたいな感じで盛り上げていただきましたね。これだから、最初にオープニング失敗、登場に失敗して、はい、一冊目に可愛い一言引いたんで、グアラさんの思い出を塗り替えようっていうので、その、はい、再び同じ場所から登場してめちゃめちゃ盛り上がって可愛い一言みたいな記憶のね改ざんを、はい、やりましたね、はい、やりましたね。で結果あのめちゃくちゃ盛り上がって、めちゃくちゃ盛り上がってふーってなってましたよね。そう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 、だ全員の思い出がちゃんと成功に塗り替わってるよ、ね、今忘れよう忘れよう。でスタジオに帰ってきたらなんかよくわかんない弱虫ペダルの下りになってしまう。だこれ面白くはあった、可愛いかどうかは知らない。やったぜ。どうなんだこれ、いつもやってて俺も好きなんだけどさ。ありがとうございます。すごい、毎回出ますし、めっちゃ序盤に出るからなんか流れない時ありますよ。可愛いって言われてるな、やっぱりどうしたって。それは可愛い要素なかったもんな。自転車と絡めて可愛くする方法あんのかな。自転車と絡めてってなんだろうな、二人乗りとかってこと。あーなるほど、二人乗りとかって今なんかあれなのか、それラブコメとかでもダメなのか。あーそのコンプラ、コンプラちょっと架空二人乗りをお願いしてもいいですか。その誰か乗せてるんですか。ワテが乗せてたんで、なんでコテコテの関西人が二人乗りを、ワテが乗せてるんですか。違う違う言ってない言わなかった、ワテがって言わなかった、言ってない。今ごめんなさい、私だって言わなかったさ、どう聞いてもワテがって言ってないよ。え言ったよね、だって言って誰か乗せてるんですかって言ったで、ワテが乗せてるんですか。やめて、みんなの記憶改ざんしないよ。後でアーカイブ確認します、多分ワテがって言ってます。イントネーションもちょっとそれっぽかったんだよ。どっちでもいいですよ、その乗せてるでも後ろ乗せてもらってるでも。あじゃあ乗せましょうか、乗せましょうか。じゃあ後ろには憧れのあいつですよ、はい、珍しいシチュエーション。桑原由紀が小柄女性ガシャ、はい、ガシャガシャンって、あ、ね、あの後ろのこのガシャンをね、ちゃんとまずこうするところからね。夕方多分放課後ですよ、放課後誰乗ってんのちなみに。誰乗せてるのかの設定なしで走り始めちゃったんだよ。なんじゃ、先輩とか後輩とか幼馴染とかなしで誰か乗って走り、怖っ、誰か乗ってる、誰か乗ってますよ、いつもの倍の重みある。理由は分かんないけど乗り心地はどう。誰だそいつ、いい感じ、いい感じ、うん、ブーン。エンジンの音しましたよ、河原さん、今エンジンの音しました。原付きですそれ。うん、あ、いっけね、私自転車乗れないんだった、ガシャドゥッドゥ。リアルにリアルに。後ろのやつどうだったって。怖い、自転車乗れないんで、ちょっとあ乗れないって、ガシャンとかも分かんなくて今何も言えなくて、そのえ、あそうか、俺がやったその自転車乗る時までの詳細あるあるみたいですが全然分かんなかった。なんか蹴ってましたよね、なんかそれ分かんないです、乗ったことないから。それはあのおばちゃんスタイル。そうそうそう、一回こう、そうそうそう、この時間が、そうそうそう、あのこの状態加速して足蹴ってで乗るんですよね。そう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 、ちょっとわかんない、全く見たこともない。見たことあります、そのなんとなくハンってここしてるなっていうの、ハンってしてる、イライラした自転車乗りが、はい、なんかを上げてるなっていうのはわかります。なんか上げてる。乗り方はわかんない、乗ってる最中にこうやってやってるのに前の方こうこれ今何やってると思います、しばらく漕いだ後に、はい、これ何やったと思います？え、ダメだ、私弱虫ペダル読む資格ない。ただね、これね、弱虫ペダルには出てこない機構なんです。出てこないですか？なぜならば、夕方の時につけるライトだから、これ。あ、モーターがついてて。走行中に行くんですか？走行中にやらない？え、いや、これ犯罪？危なくないですか？え、嘘？わざわざ止めてつける？てか、つけって走りません？大概、大概子供の頃って自転車乗ってる間に夜になってたじゃない。その今あのポケモン金銀の話してますじゃなくて卵を孵化させてる間に夜になっちゃう。サイクリングロードをね、だいたい埼玉県民なんていうのは、はい、その国道沿いのでっかい本屋行って帰ってくるから、その放課後に自転車乗って国道沿いの本屋行って帰り道にはもう真っ暗になるから、田んぼしかない道で乗ってる最中にあやべえ夕方だってなって、前輪についてるこのこうモーターをカシャンってやると、このモーターがタイヤにこうガシンって触れて、そのモーターが充電できるようになるわけです。え、もうそれは完全に見たことないです。本当に？ないです。昔ってか今はほとんどあれか、はい、USB 充電とかのライト。そう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 。なんか昔はあのあれですよね、なんかそのライトつけるとタイヤ重くなるんですよ、ね、ちょっと、ね、そう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 。ペダル重くなって坂とか大変なんですよね。だから逆にトレーニング気分の時にむやみに昼でもオンにしてた。そうだ。
を重くするっていう遊びをしてた。あれだってもう自分の力しか使ってないのが全くエコなエネルギーなんですけどね。そう光を生み出し続けられる。いや自転車の知識ゼロだったな。よくその自転車の方を選びましたね。確かにあの一応2個裁判の下りも用意してはあった。確かにでも裁判の方がもっと経験ないから何の情報もないからな。裁判の経験あったら困るもん。実はしっかり民事に持ち込んだことがない方がいい。実はなかった裁判ということでね。可愛い一言楽しみいただけましたでしょうか。何のコーナーだったんだ。もう一回行く、もう一回行きましょうかね。どうぞ順番に譲りますよ。ありがとうございます。譲られずとも選ぶつもりだったんでおごりでした俺の。譲ってくれてありがとうございます。譲って差し上げますよ。譲られて初めて選べるんですもんね俺はね。6にしましょう。いや、さあ選びましたの雪のエピソードでございます。はい、2月ですね。こちらはあの、特に作品と絡んでないテーマでして、うんうん、2月といえば雪のシーズンですよね。あ、ということで雪に関するエピソードをお願いします。はい、この間豪雪も降りましたしね。降りましたね。久しぶりなんですよ。うん、あの僕2020年の12月31日に犬を飼い始めてて、だから犬を飼い始めたからには、うん、犬を雪の上で遊ばせたいという願望がずっとあるけど、でこの2024年の2月まで一回も雪の上で犬を遊ばせたことがなくて、それすなわち都内で、丸3年間豪雪が降ってない、積もるような雪が降ってないということなんですよ。だからめちゃくちゃその久しぶりにあんなに都内で積もってて、そうそうそう、だからこの間めちゃくちゃバタバタしてんな。俺の面白いエピソード聞いてくれよ。聞いてます聞いてます聞いてますよ。全然無視して続けることもできたけどさ、6人くらいが同時にずっともぞもぞしてるからさ。桑原さんも必死で俺の話聞こうとしてたけど無理でしょあれ。ちょっと左目で青木さん、右目でこっちを。俺もこの状態でオチまで行くのもったいないから無駄に前段を伸ばしてたよ。前段が無駄に長いなと思いながら伸ばしてたよ今。一応今起きてること説明していい？何何何何、 今起きてることは、うん、そこに書いてある番号と僕が把握してる番号が一致していない。あ、それで。だから後半戦で後々絶対これ選ばなきゃって引いたやつが全然関係ないテーマになるから一回返そうか、一回返そうか、一回返そう。あ、いや、まあ、けど大丈夫大丈夫です。あのけどあのその、うん、本当にどこに何が入ってるか、もう一回バタつき始めたら俺は文具くれて帰るぞ。あ、けどあの今のその驚きがあっただけなんでこれ以上バタつかないです。それにしちゃさ全員が立ち大丈夫みたいな。なんか言っちゃいけないこと言って。そのだから全然俺たちが気にしないでいい感じ出してよ。弱虫ペダルは絶対ダメみたいな感じなのかと思う。そんなことない。1年半やってきて一番不安な時間だった。怖かった。確かにみんな立ち上がってました。怖かった。こういう感じで。みんなに見せてあげたいあの不安な時間。あのあれさ、あの僕らが今どこに何番が入ってるか把握してなくて。うんっていうだけです。一回見ないよ逆に。本当にもうトラブルは起きないのね。次に全員立ち上がったら泣いちゃうからね俺ね。怖くてごめんなさいね、すいません。あ、面白かった。で今年 3,4 年ぶりに都内に行こう。もう聞けないよ。いや行きましょう行きましょう。大丈夫一回受けねえって。そんなに大きいオチがあるわけでもないし。いや違う、で久しぶりにゆっくって、ついに犬を雪の中で散歩させることに成功したんだけども、はい、犬は喜び、庭駆け回り。あの歌めちゃくちゃ嘘だな。え、もう犬がさ、雪にさ、引いちゃって可愛い、ね、初めて見るものだから。そうで、なんかことによると一回歩かせたら慣れてどんどんサクサク、あ、なんかサクサク楽しいだなと思ったらもうみたいな。20分くらいずっと恐る恐る。で最終的にはその雪の溶けてるアスファルト探してスーッてそっちに逃げて高い縁石の上とかに登ろうとしたりとかして、じゃあもう慣れることはなくなかった。少なくともあの一晩の豪雪の間はもうずっと嫌そうだ。でもしかもその前の日とかからずっと雨降ってて、で家の中でうんちするのが苦手なんですよ。まあ、あの限界が来たらできるんだけども、なるべく外の匂い嗅がしてあげた方がうんちがしやすいからっていうので、その日夜散歩を強行したから、その犬側もうんちをしたい気持ちがあるから、雪のない場所の電柱の匂いをこうやって無理して嗅いで、ちょっとずつ気持ち作って、避けて。わあ、そうなんだ。だからその何枚か写真も撮ったけど、全部顔が引いてて、犬は全然
その犬と雪のファンタジックな感じみたいなやつは1ミリも出せなかった。意外です。やっぱその歌が真っ先に出てきたんで。あれ嘘、あれシュナウザーは少なくとも雪が嫌い。やったーってなるのかと。冷たいし怖いし、あと匂いしないし。これでおしまいです。いや、ワンちゃんのリアルを聞きました。最新の雪の話です。雪、そうですね、その思い出とかなんかそういうです、ね、あ、最近の話。最近の話、その最近めちゃめちゃ雪が、うん、東京で降った時に、なんだっけな、その時は午前中お昼ぐらいまでで終わりで、夜からひどくなるかもね、はいはいはい、そうでしたね、夜から積もっちゃうかもねみたいな話をしながら、こうマネージャーさんと帰ってて、マネージャーさんも自転車乗ってますよ。あ、間違えた。やっぱ乗れないのに。これ何、これ私とマネージャーさん。あ、そういうことだ。交通手段じゃない、2人ってことですね。こうじゃなくて人物か、これが、はい、こう歩いて帰ってて、マネージャーさん戻るスタジオに、あ、なるほど、夜までだみたいな。で、私はこれもこれで終わりだし、うん、次の日も大丈夫、何もないみたいな感じで、はいはいはい、ふざけてめっちゃうほほい、明日なんもないやみたいな。ふざけるとそうなっちゃうんだ、小原さんは。こういう表現じゃなくて本当に声に出してうほほい。あ、比喩じゃなくてだ。比喩じゃなくて、そういうなんかテンションでとかじゃなくて、本当に声に出しながら、うん、うほほい、明日もないしみたいな、家にこもろうみたいな。すごい前向きに後ろ向きなことを言っている。家にこもろうだ。大変ですねってマネージャーさんに言いながら、うん、で帰って、マネージこれからまだ仕事のマネージャーを嘲笑いながらうほほいして、うほほいして、あ、私こっちなんでって言って帰って、うんうん、でなんか食べ物とか買っとこうかな、はいはいはい、巣ごもり用のね、明日はいいやみたいな感じで、眠りにつこうとしたら、うん、あのお仕事じゃないけど一個だけ事務所に来てくださいみたいな、明日急に一個っていうのがあって、うほほい損だ。ちゃんとバチ当たってそんなちゃんとうほほいにバチが当たるんだ。大変ですねとかも全部なんかもう私には関係ないですけどね。食べ物か、ね、お家でなんか冷食とか食べて過ごしますよなんつってたら、みんな気をつけてください。ちゃんと神様見ている。因果応報は存在するという話です。そうです、そうです。ってことが最近のあの雪で多いですね。これだったら思い出出そうなのに2人とも最新のエピソードでしたね。確かに思い出が欲しいな。確かにそうそうそう、なかなか積もらなかったんで、そうそうそう、なんかそう家の近くにやっぱ雪だるまとかもできてる、はあ、かわいい、なんかいいなって思うと同時に雪だるまだけ残るじゃん最終。そうですね、確かに固めてるからなんかしぶといです。そうそうそう、他の雪は残ってないのに、うん、その細くなった雪だるまだけがずっと残っていて、作った子供はこいつのことを覚えてるのかなってすごい思ったりすることがある。なんかいいですね、あのマザー2のマジカンタ、そういう感じ。こいつを生み出したアリカはこいつのことをずっと覚えていてくれるのだろうかって思う。なんか切ない。そうそうそう、アニメもありましたよね、スノーマンみたいな、その絵本の感じの絵の、はいはいはい、ありましたね、スノーマン。なんか声ない、なんか音だけのやつでしたっけ、はいはいはい、なんか最後溶けてるみたいな悲しいやつだったよ。雪がおとぎ話に登場した時点でもうオチは悲しいに決まってるんだ。そうなんです。でも絵がめっちゃ可愛いんですよね、はい、あ、なんか記憶の奥底にあるのはスノーマンの絵本だ。みんな見たら、あ、これってなると思います、うんうんうん、ほわっとした感じ。そうです、そうです、はいはい、読み直そうかな、なんか急に気になってきた話になる。スノーマン名作溶けてしまいましたとさで終わりじゃないでしょ、多分終わりなのかな。いや、どうだったっけな、なんかそうですよ、話みんなんだっけな、雪だるまと人間の男の子がふわーって浮いてるシーンだけ今頭に流れてます。ふわーって浮いてるシーンがある。はい、なんか夜空みたいなのをなんか2人で飛んでるみたいな。意外とオールディーズ絵本って本当に朝が来てスノーマンは溶けてしまいましたとさって終わったりするんじゃん、うん、はいはい、現代のラノベだったら絶対アフターあんじゃん。ありますね、スノーマンアフター、はいはいはい、そいつを取り戻すために過去にタイムリープするみたいな変、あの正規ルートを2回クリアすると開くんだけど、2ヒロインクリアするとスノーマンを溶かさずに冬を越すルートが開くんだ。なんかあの下着の話してますね。いやでもなんかその昔の絵本だったら雪解けて終わるけど、今だったら溶けさせないパターンありそうだなって。なるほどな、これはお前を絶対に溶かさないって言いながら。確かに昔結構確かにそういうの多いっすよね、うん、あの溶けちゃって溶けたけどこれは残りましたみたいな、そう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 、思い出のこれは残ったよみたいな、そういうぐらいのことばっかり言いやがって。嫌い。俺とスノーマンの友情はそんなだけじゃダメなんだ。
絶対あいつと一緒に夏を迎えるんだ。やり直すんだ。やり直すんだ。リベンジャーズみたいな。スローごめんごめん。しなくていい話ずっと。次やろ。次行きますか。はい、ナンバーがいいですか。オーガでも結構なくなりましたね。ね、じゃあ1番で。1番行ってみましょう。ナンバーワン。そろそろナンバーワンって言いましたね今ね。そうです。ナンバーワンです。あの序列におけるナンバーワンとかじゃなくてシンプルに1番の。1番。さあ行ってみましょう。お、来ました。小遣い稼ぎ。はい、来ましたね。はい、モブから始まる探索英雄譚は主人公の高木海人が日本に現れた男女でお小遣い稼ぎをしていました。お二人はこういうことをしてお小遣いを稼いでいましたってことありますかっていう感じのお話ですね。はい、で、高木海人くんの紹介がこんな感じです。顔立ちは悪くないがどこか地味めなモブ高校生。顔立ちは悪くないがってお前こんな美形を。いやいや、そのラノベやからね。そうやね、うん、それを言い出しちゃうとね。そう、やっぱね、あれですね、その昔の顔を描かれなかったエロゲ時代を過ごしてる身からするとちょっと、ね、そうそうそう、あの前髪重めで全部隠してあるんだとしたら、うん、容姿の表現については全て飲み込めるけれども、うん、高木海人は男前です、俺から見ると早口はい、で特にすごい力があるわけでもないため、うん、下の階層に潜る力がなく、うん、週末の小遣い稼ぎ程度にしか男女に挑戦できてないと、うんうんうん、で探索者としてパッとしなかったんですが、レアモンスター討伐をきっかけに状況が一変してということですね。はい、こちらのテーマです、お小遣い稼ぎ、昔こんなことしたっていうのありますか。あのさ、何ですか。20代の頃にまだ漫画喫茶でバイトしてた頃に、あ、ちょ、お小遣い稼ぎで20代の話大丈夫か。おい、大丈夫大丈夫かな。あとバイトしてるから大丈夫。バイトしてる。本金は稼いでる。本金いや、そ、もうすっかり存在を忘れてたんだけど、はい、ポイ活ってあったねって思って。はポイ活、ポイント集める。そうそうそう、ポイ活、むしろ最近聞きません。今もうポイ活って言葉になったんだけど、はい、それこそ俺が25とかだから、うんうん、もう一重と前よ。12、3年前ぐらいに iPhone が初めてこの登場した頃に、はいはいはい、その30秒の広告を見ると5ポイントもらえるよみたいなやつを繰り返して、で200ポイント貯めることによって iTunes で1曲音楽を買うみたいなやつを、バイト中に要はあの何番清掃入りますって言ってさ、あの広告を再生して1分流しとくのよ。そうすると時給850円の中で同時進行で30秒おきに20円とか稼いでるみたいなやつをやってたなって今思い出した。今もうないんで、あれ、あるポイ活アプリみたい、要はそれがまとまったアプリみたいなやつが出てて、しかも俺バイト先の子に教わった。俺だからもう20代も後半に入ってるのに何にもしてない人で で19歳ぐらいの、もう高校上がりたてぐらいの超若いギャルに、あいつさんこれとか入れるといいっすよポイント貯まるんすこれのやつ、漫画とかタダで読めんすって言われてすごい教えてもらった。ギャル賢いっすね。ギャル賢かった。ギャル満喫でバイトしてるんですね。ギャルずっと浮気してる彼氏と揉めてた浮気するからギャルね。ごめん、ギャルの話したい行きましょう。俺がそうやってそのポイ活をしながら生存してたり、ギャルとね、俺まだ当時本当にあの、まあ、ライブとかはしてたけど全然ラジオとか出てない、あの、うんうん、普通にそのアルバイトとかフリーターの人だったんだけど、はい、その当時ツイッターで相互フォローになって、青木さん音楽とかやってるんだったらライブとか見に行きますよ、ね、で俺はギャルのフォローを返して、はい、ギャルの日常、後に鍵垢になっちゃうんだけど、ギャルの日常を覗き見るんだよ。でギャルは結局その浮気しっぱなしの彼氏と結婚すんの。で子供もできんの。なんだけど浮気すんのよ旦那が。で旦那にの携帯のアプリの方に多分 GPS かなんか入れてて、ギャルがでどこどこ行ってきますって言って、全然言った場所と違う場所に行ってるのが分かるの。で俺がそのギャルのツイッターで見たのが、風呂の空の湯船の中に PS4 だか3がドンって入ってて、何分後に帰ってこなかったら湯沸かしを押しますっていうのを旦那に送ってるっていう人質そうそうそう、今お前が言った場所と違う場所にいるのは分かっている帰ってこないとお前の大事なゲームのデータが入ったやつを湯沸かしするっていうのをやってて、ギャル揉めてんなと思ってちょっといいね押したりとかいいねギャルなんかしたたかだし、なんかいいな。いや、いいギャルだったんだよ、はい、俺も好きだったそのギャル、楽しかった一緒に笑いに変えて、そう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 、そのちょっとその鍵垢とはいえバズりそうなその旦那の追い詰め方してたなっていうなんか小遣い稼ぎっていうか、いいね稼ぎみたいな、いい家庭になりそう、こっちではどうでしょうかびっくりした。
途中聞いていいのかなって思いながら聞いてました。内緒だよみんな。めっちゃ流れてる。この YouTube も鍵やかだからセーフだと思うけど、内緒だよ。めちゃめちゃ鍵開いてる。いや懐かしい。いやそう、小遣いアプリから発生した俺のギャル同僚の話で申し訳ない。ほんとしてないでしょ小遣い稼ぎとか。確かに。でもあの小さい時にそのお小遣い制度じゃなかったんでなんか欲しいもの文房具とかあるたびに買ってもらう、あとゲームとかは誕生日クリスマスで賄うみたいな感じだったんですけど、でっかいその私利私欲のものはアニバーサリーでそうです。だ月いくらみたいなのはなかったので。どこからどこまでが私利私欲なんですかそれは。あどうなん、でもなんか大体買ってはくれるんですけど、その漫画買ってもらえたりとか、あのお年玉で親戚とかそのたくさん集まる、その一人っ子だから集中、おおそれで1年分まかないみたいな全然だからもうそれで1年やっていけるぐらいで、欲しいもの必要な服とか文房具とか参考書とかは買ってもらって、これは娯楽だなみたいなやつはその自分のお小遣いから。要は親にこれ買ってって言えないようなものが娯楽に当たるわけですもんね。そうですそうです。その心はなんかそうそう本の内容とかものによったりとか。ちょっと分かんないです。そうですね、はい、やめておきましょう青木さんが嘘ついてるしな、もう分かってるのにピンクか薄紫の表紙のやつを買おうとしてることが青木さん分かってるの。ちょっと足りないなみたいな。花びらに包まれたでお金が欲しいっていうよりかは、うん、検証に自分が割と当たる方だなって思ってたんですよ。なんか検証割と応募すると当たるような気がするって思ってたので。どういう話ような気がする話。だから結構だから検証に応募して欲しいものは手に入れるみたいな。当たってきたってことですか。割となんか普通の人に来る、普通の人がどれぐらいかわからないけどなんか欲しいなって思って、幼稚園ぐらいの時はなんかテレビの最後のこう検証コーナーみたいなので、うん、シルバニアファミリーのあのめっちゃでっかいお家2階建てのと家族一式、あの動物たちと家具セットでプレゼント全部じゃんシルバニアファミリー。 それ手に入れたらもうシルバニアこれ以上いらないやつだそうでもドーンっていうのが当たって、すごっ。そうなんですよ。だからシルバニアも賄えてたし、シルバニアを賄うって言わないであんまり。かわいいかわいい森の動物たちなんだ検証で賄えてたんだ。そうです。なんかテレビでやってるそのなんか、ディズニーのキャラクターが映ってる毛布みたいなのがあってライオンキングとリトルマーメイドの毛布をプレゼント、柄は選べませんみたいな応募したらライオンキングが欲しいって思ったらライオンキング当たる。すげえ。そうす、願いが叶う人、願いが叶う、春日みたいなしょうもねえ形で力つけ検証当たれなんだめちゃくちゃいいでしょ確かに。なんかそのそうだね、春日に鬱屈がなかったらそのくらいで済ませられるかもしれない確かに。でお小遣いとは違うけど割と欲しいもの挑戦的にいろいろ応募したりとかしてました、ね、検証ハンターだったんだ。そうです。なんか一回も当たったことないかもしれない検証。検証ってもあんま出したことないような。応募したら当たると思いますよ。みんななんかどうせ当たらないと思って。なるほど。意外と出してないかも。動物奇想天外のスワロフスキネックレスとか番組の最後クリスタルのやつ。そうそうそう、はい、子供の頃全然興味なかったよな、はい、なんかゲーム王国がなんかで江戸や子猫さんがやってたゲーム王国で子供が龍子の剣かなんかで対戦ゲームで戦って勝つとなんかシルバーアクセサリーとかもらえるやつもいるわけねえだろって思いながらパールネックレスがもらえる。パールネックスかプレイディアのどっちかもらえるんだよ応募してみたらいいじゃないですかそれあれじゃないですか、親にあげて機嫌取るようじゃないですか子供が龍子の剣で買ってパールネックレス持って帰ってきだからあのよくやったわねたかしちゃんみたいな。だからこれはあの遊びじゃなくてプレゼントするためだからっつって。かっけえ。そういうことなんじゃないですか。それで龍子の剣いつまででもやっていいんだ。そうそうそう、お母さんにパールネックレス持って帰るからね。そうそう、そのためにやってっからっつって確かに。だとしたら相当賢い番組だったそれをもう遠回しにやってるってああおもろ。これは一応そうか、ちゃんとした。そうです、モブカラーのね、行くべきテーマだった。はい、テーマでした。コツコツ稼ぐ、まあ、小遣いっていう概念懐かしいな。そう、お小遣い欲しいなお小遣い欲しくないですか。お小遣い欲しいです。なんか、いや今の自分の給料とか関係なしにお小遣いくれる人いたら相当嬉しいしかも親からもらうんだったら断っちゃう気がする。いいよ、もう親は確かに気まずいですしね。親以外に小遣いくれる人欲しいな。誰なんだろう。なんか決めましょうか一人。いいんですか。どういうことですか。いやだからその
あ、俺は村上氏に、村上氏は桑原さんに、桑原さんは俺にくれたら、あ、ラッキー小遣いもらえる。毎月5000円が行き来してるだけなんですけど。確かに、なんかそれ言われると5000円は必要な出費だし、もらった5000円は何でも好きなものを買おうってなるから。そうそうそう、確かに。なんか急にこの5000円が宙に浮きません？でもあげてるんですよね。あげてる。もらえるけど。でも元々財布にあった5000円は、はい、自分の人生に必要なものだけに使っちゃうじゃないですか。はいはいはい、でも5000円が俺に渡すこととかは決まっているんですもん。だからそれは必要な出費、はい、そう、あの上げちゃった5000円はもうプレゼントだから。そう、プレゼント。ただもらった5000円はお小遣いなんですよ。何を言ってるの。俺と村上氏の意見は完全に一致したのにな今な。そう、乱暴に使える5000円が生まれるんですよ、わかる。大事にしなくてもいい5000円。失ってるじゃないですか。いやけど、ってなって、それは聞いてる。桑原さん、桑原さんは俺に5000円あげたくてくれてるんです、5000円。お小遣いだ。いや、あげたくないですよ。それは、手として、手として。けど、これ、けど。お小遣いあげるようです、だから。あげるよう。こんなに可愛い、ゆうまくん。いやだ、全部俺んだ。5000円をかけ集めた。これけど、ちょっとあの心当たりがあって、うちの会社で社員旅行の積立金っていうのを貯めるんですよ。あの毎月なんかあのちょっとずつ引かれてくるんですけど、行ったらそれが社員旅行で消費されるんですね。少しだけ嫌な言い方だった。毎月ちょっとずつ引かれて、はいはい、あ、まあまあまあ、そう、積立金としてね。で、あの行かなかったら帰ってくるんですよ、お金が。なるほど。それって、あ、まあ、当たり前ですけど自分のお金じゃないですか。確かにそれは。なんけど、その帰ってきた積立金って年で一番自由に使える金なんですよ。わかる。分かった分かった、今分かりました。自分積み立てNISAというか、そう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 、なんか勝手になんか1万いくら返ってくるから、え、これはもう何でも買えるなみたいな。確かにこっちの社会人外の人間から言うと確定申告の還付金とかに似てるんですよ多分。ああ、なるほど。戻ってきたそうかも。そう、一回払ったものなのに。そうなんですよ。そうそうそう、え、これもう何でもビュッフェとか行こうかなって。分かる分かる分かる。乱暴にビュッフェとか行こうかなってなるよ。ホテルのランチビュッフェ行こうかなみたいな。お小遣いくれそうな人欲しい。頼む、俺のお小遣い担当になって。3000円でいい。じゃあ村上さんから3000円もらって、俺はくれて、俺は村上氏にあげてって。まだ腑に落ちてない。一回やってみ、嬉しいからな。本当に3000円より5000円の方が絶対いいけど、大人だから。そう、あの5000円はリアルリアル。そうそうそう、結構なんか3000円だとできること少ない。そうかそうか。あ、いけそう、いけそうだな。もうちょっとです。もうちょっとで洗脳される。3人が少ない。4人にする、4人にする、4人入る入る、はい、入って。この場合ホビージャパン社員がホビージャパン社員に5000円あげることになるけど。意味わかんない。これちょっとやってみてえな。ここじゃなくてもいいから誰かとやりたいな。お小遣いやってみたらいろいろね、なんかこれ使ったよって報告するだけでも楽しそうですけどね。全然金銭感覚曲げられなかった。一向にピンとこなかった。次どれ行く、次どれ行く、次、はい、次、あ、どうぞ、どうぞって言った村上さん。村上氏選ぶ。そろそろ選びますか。匂わせします。そろそろちょっと こっち側、こっち側かな、んこっち側かな、右側だ、右側、右側、こっち側かな。言わないでやってくれよ、こうやってることを。5ね、5ね、5ね、よー、5。画面外で村上氏絶対5だったな。そうですね、はい、こちらでございます。あ、さっきの話とちょっとつながるかも、うん、子供の頃よく読んでいた本でございます。来ましたね。はい、こちらですね、異世界はスマートフォンとともにの、関連テーマでして、うんうんうん、そちらのドラマ CD はですね、トーヤたちが子供たちのためにブルーンヒルド公国の落としおぐ、はい、噛みました。おとぎ話を、ね、僕にお小遣いが発生しました。ワンミスごとにお小遣いが発生します。罰ゲームシステム、僕フリーじゃないですか。確かにこの番組で置いては。はい、おとぎ話を作ろうとする話となっています。うんうん、お二人は子供の頃読んで印象に残っている本やよく読んだ本はありますかという、テーマですね。なるほどね、好きだった本ね。なんだっけ、カエルのトッペン君みたいな好きだったな。え、なんだろう、時計を手に入れて、はい、なんか普通は何時から何時まではこれみたいなやつを決めて、スケジュールを決めて過ごすんですけど、時計を動かすのが楽しくなっちゃって、あ、早めて、うん、おやつ食べちゃおうとか、早めてもう寝ちゃおうみたいなやつとかをやるっていう話が好きだった気がするな。絵本、カエルのトッペン君だっけな、初めて聞いたかもしれない。全然知らないですか。なんか多分時計を子供に覚えさせるための意味も含まれてるやつで、ひどい目に遭うぞ、生活がぐちゃぐちゃになって夜に起きたりとかして、そうするとそのお前は早くおやつを食べたくて早めた分の時計のせいで、お前は深夜に朝ごはんを食べなくちゃいけなくなって友達にも会えないしみたいな話になっていくの。ええー、
で、だいたい今俺そのぐらいの時間帯で暮らしてるからなんか大学生とかに読ませた方がいいような気がするそう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 、学びとしては大人も刺さるものがある。でも今だったらね、全然その明け方4時に寝る生活でも X には人がいてくれるから寂しくないしトッペン君も追廃になっていくけど全然悲しくない、全然悲しくない。インターネットの向こうには友達がいる。トッペン君なんか雑談ディスコードとか入ってそう作業配信みたいなやつとかSNS してるなSNS してる、それ好きだったな。でも確か絵本系でいくと、うんうん、結構読んでた気がしますけど、うん、今考えたらその図書館に行くたびに、はいはい、お気に入りをリピート何度もしてて、はいはい、そうですね、何があったかな、何も思いついてなかった。何があったかな、お気に入り、あ、胴長のプレッツェルっていう本があって、胴長のプレッツェル、な犬なんですけど、うん、あの全然ストーリーとか覚えてないんですけど、うん、ストーリー知りてー。スノーマンも全然ストーリーを、そうですね、その絵面だけ、子供と雪男が飛んでる状態だけです。胴長のプレッツェルは、うん、知ってる情報で全部ください。ダックスフントなんですけど、はいはいはい、胴が長いんです。ダックスフントは皆長い、もうそんなもんじゃないんです。え、そんなもんじゃないの。絵本をパカって開いたらもう胴がバーッ長さボケプレッツェルも長さボケに入ってる。なんかそれ可愛かったなみたいなのとか、うん、とか、え、プレッツェルは胴が長いことによって人助けしたりしないんですか。中身は覚えてないんですけど胴が長いんです嘘でもいいから活躍させましょうよ。だって胴が長いだけだって、はい、その要はあれです、赤鼻のトナカイだって、はい、赤い鼻がバカにされるかもしれないけどピカピカで光が出て役に立つんだっていうのが、そのなんていうコンプレックスを力にみたいなメッセージじゃない。なるほど。プレッツェルは胴が長い、多分なんかするんですよ、その胴が。なんかするんです、胴の長さで。胴の長さ、リピートしてたんですよね。何度も何度も読んだ。長い。今週もお返しします。今週も帰ります。長い。アホすぎる。アホの子すぎる。え、その見開き1ページの本だったんですか。なんかよくその本の内容というよりかは、うんうんうん、なんか長いもの見た時に、うん、お母さんとは胴長のプレッツェルじゃんみたいな。例えツッコミの。例えツッコミようみたいな。感じになってて、それ以外でいくとピクルスが逃げ出すみたいな絵本も好きでしたね。なんか漬物の、漬物のかピクルスがハンバーグ足生えてて夢の話ですか最後まで聞こう一回。なかったらどうしよう。なんか今そうだね、プレッツェルは一応あったっていう人がチャット欄にはいる。プレッツェル検索したんですけど、ありました。確かにありました。想像よりどう長かったです長いものツッコミだ。ピクルスがなんか脱走する絵本はありますか。ピクルスタイトルを、タイトルを知ってくださってる。あるんだ。知ってる人がいる。それともみんな一斉に調べ出したあ、このさっきの6人が同時に立ち上がった時の不安とは違う心強い立ち上がり。みんながこれじゃないですかって言いながらスマホとかを、誰かそいつを捕まえろってタイトルになってます。あ、それこれ意外と怖いタイトルピクルスが逃げ出した、誰かそいつを捕まえろ。なんかすごいピクルスが逃げるんですよもうちょっとなんで怖い。ピクルスは何か悪いことをした。なんだっけな、なんか嫌われ者、あ、そのハンバーガー界の中でちょっと嫌われてて、ね、なんかこんなとこやだ的な感じで逃げ出すんですけど、なんとなく私の記憶だと、何のピクルス。ハンバーガーです。あ、じゃなくてそのピクルスっていろいろ、パプリカのとかキュウリのとかある。キュウリのだと思います。皆さんがよくハンバーガーに入ってるあのピクルス。あのピクルスです、はいはいはい、で、あんまり好きっていうイメージは私もなかったんですけど、その絵本読んでたらなんか美味しそうに見えてきて、その思い出があるからピクルスちょっと好き。あ、ピクルス自体が。そうです、そうです、で、ハンバーガーの中で嫌われ者だから逃げてしまう。なんかそんな感じだった気がしますけど、これ以上の会話を拒絶する喋り方もうそこからどうなるんですかを拒絶する喋り方小さすぎて記憶がどうかする。なんかたい焼きくんとかだとどうなんだっけ。ああ、喧嘩して逃げんじゃん。確かに。海に、たい焼きくんってあれどうなるんですか最後。喧嘩して海に逃げる、はい、で最後なんか釣り上げられるんじゃなかったっけ。なんかしかも食べられちゃいません。びしょびしょ塩水まみれたい焼きを釣り人のおじさんが食べて終わる。かわいそう。なんか僕を食べたのさニッコニコでたい焼きが食べられて終わる。でしたよね。やだな、社会風刺みたいな歌だな喧嘩して海に逃げ込んだのさ、だったよな、あれな。たい焼き役と喧嘩して海に逃げ込んだんですよね。そうだ。毎日毎日焼かれて嫌になっちゃって
今歌詞読み上げてる。だからその要は、売れ残りをもう一回ネス通してっていう、はい、あそのそ食品偽造業者だったから、なるほど、その軍隊としてのたい焼きの話じゃなくて、じゃなくてそいつの個体が、個体が二度焼き三度焼きだったから、これはもうちょっとちゃんと衛生上の問題あるから、あ保健所に行かなってなってもと思ったんだけど、志半ばで釣り人に食べられちゃうっていうと。ピクルスどうなるか気になるわ。ピクルスは読んでくださいね。せっかくなんで僕も子供の頃読んだ本の話して、僕はもう、 もうちょっとあの子供って小5、6ぐらいだったんですけど、ダレンシャンです。あ、ダレンシャン、なあ、めっちゃ早い、クモの。そう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 、なるほど、いや、その角度あったら確かに。確かに、絵本じゃない。知ってます話。いや、ちゃんとは読んでないかも。もうなんか 僕の中で中二病の走りはダレンシャンみたいなところがあってあの、ヴァンパイア対ヴァンパイアハンターの話なんですよ、まず。なんかこれがまず構図してえぐくないですか。俺の世代からすると下の子たちが読んでハマってるもん。俺はその頃にはもうなんか絵本というか、なんかその当時、うん、あのハリーポッターとダレンシャンが流行って、はいはいはい、ハリーポッターがコロコロ派でダレンシャンがボンボン派みたいな感じ、はい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 、そうやってダレンシャン派はオタクになっていくんだボンボンダレンシャンガンガンだもんな絶対ない。そうそうそうダレンシャン あれなんですよ。そもそも主人公があのサーカスの一員になるんですよ、まず。でそのサーカスの中になんかこうそのサーカスの芸人みたいなのがいっぱいいるんですけど、それぞれが実は人間じゃなくてみたいな感じの話が展開されていくんですけど、もうこれこのまま普通になんか大人向けの設定の漫画でいけるやろっていう感じしませんか。確かに普通に設定面白そうだし、はい、なん結構漫画とかにもなってた。なりました、なりました。小学館、サンデーで漫画やってて。そうそうそう、だから、ね、下の子たち羨ましかったんだよ多分。ここだと思います、ダレーション両肩にこの世代めっちゃ両肩にダレーション、ダレーションと同じラインの一個いいですか、トワイライトっていうのがあって。あ、トワイライト、トワイライトね。まあガン刺さり、はい、本当にめちゃめちゃガン刺さり。トワイライトどういう話なんですか、トワイライトは。吸血鬼みたいな、みたいな、はい吸血鬼。一つもストーリー覚えてねこの人。あの恋愛でした。恋愛なんですか。恋愛でした。へ、映画にもなってて、映画も見に行きました、はい、実写のストーリー教えてほしいな。恋愛でした。映画にもなっててキュンキュン、そんなにも好きだったのに。キュンキュンしました。あんなにダレンシャンの基礎設定さらさら教えてくれたのに。吸血鬼で恋愛でした。ときめきトライトと一緒だ。じゃあぜひそこと並べ。なんだけど、あの小学校高学年ぐらいの時にそういう本好きでしたよね。デルトラクエストとかね。いや、羨ましいんで俺なかったの。まだ学校の図書館に置いてある一番エンタメが火の鳥だった時代だから、火の鳥とあのあれ裸足の弦、裸足の弦、あとあのブラックジャック。そう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 、ブラックジャック、ブッダ、いわゆる子供文学のそういう海外から来たおしゃれなやつ、要はあれ、赤川次郎とかの世代だから俺。あーはい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 、あの三毛猫探偵とかの。そう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 、三毛猫ホームズとかだから、はい、ずりって思う、ダレンシャンとかある世代。そっか、めっちゃ多かったです、ティーン向けみたいな。確かにそうか、青木さん世代だとあれですかね、モモとかになるんですかね。あのモモとかその辺になるんですかね。モモ、あのミハエルエンデの。ああ、なるほど。ああ、でもそういうことだね。あの辺ぐらいじゃないですか。もうちょっと中学生ぐらいかな。そうだ、うわー、いや悔しい、なんか俺はジジイだが青木さん、あの僕あの3つしか違わないです。うわ、そうか。でもダレンシャンを明確に刺さらない位置にいたなと思って、たったのそれだけしか違うな。中高生ぐらいってことですもんね。そうそうそう、確かに中高生だったけど、中学生は全然いけると思うけどな。そうか、いや、そうだな、そうだな、うんうん、なんかいい記憶学級図書読めたかどうかの話。そうそう、読み返したくなりました、ね、であの話の原因読んでクソビビりましたよね。怖えよな、あれな、怖えよ。その基本的にその図書館に置いてある漫画って子供ビビらせるための漫画ばっかりだったから、黒鳥、裸足の弦、あと四季、三国志書いてるやつ。ああ、あれね、あ、確かに確かに。基本ちょっと怖かったな、懐かしい。あ、結構なんか皆さんあの漫画は、横山見つてる三国志とか。そうそうそう、確かに確かに。あ、デルトラクエストアニメなってたね。あ、アニメなってました。そうそうそう、あ、ゾロリとかですよね、あとね。あとダレンシャンサンダーでやってた、サンデーでやってたんだ。サンデーでやってました、やってました。そうだ、今日ずっとサンデーの話してたな、なんか。確かに。レッカの頃の話して、さっきも。確かに。そうそうそう、カラクリサーカスの話して。懐かしい、みんなのその あの頃の学級図書教えてくださいね。ずっこけ3人組ね、ずっこけ3人組好きだったな、あの実写もやってね。はいはいはい、アニメもあったな。ネズミくんのチョッキ、わかります。ネズミくんのチョッキ、最近俺ガチャガチャでいっぱいやったわネズミくんのチョッキガチャあるんだ。そうそうそう、あ、いいですね、皆さんの。
あ、みんなやっぱデルトラクエストの話してますね。やっぱ強いんだ。あの表紙がビカビカなんですよ、めちゃくちゃ。へー、なんか表紙がホロ加工みたいになってて、それだけでも子供手に取っちゃうじゃないですか。そして俺と同世代のおっさんが一人いた。時計の絵本今何時だ。あれでもこれ違うな、トッペン君じゃないやこれ。あ、今何時はなんか見たことあります、ね、なるほど。あのハッシュタグの方に書いてくれた人がいたんで、あー、そしてもう YouTube の画面戻せなくなりました。俺は戻して、パニック、パニック。奥さんあれらしいっす、このトッペンの時計らしいっす。あ、それ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 、それ絶対そう。好きだったんだよ、なんか懐中時計みたいなやつ持ってて。懐中時計、そう、なんか持ち歩きの時計を自分でこう動かしながらみたいなやつで。あ、懐中時計かっこいいな。あ、これ話な、たまにするといいよな。そうですね、ワクワクする。懐かしの絵本。絵の感じめっちゃ優しい、トッペンの時計。すごい、え、めっちゃいいな。トッペンの時計みたいな。こんな感じ。あ、見たことなかった。優しい、見たことないけど。で、なんかそこの住んでるカエルの家とかもなんかちょっとファンタジックな感じというか。確かに。そう、美術が好きだったんで。いいな。みんなよく覚えている。なんか本当にじんわりと胸が温まる。絵本いいですね。終わる？最後に一冊くらいやる？軽めに。軽くにもう一冊くらいあります。時間余るわけ、大丈夫か。やるか。じゃ軽くやりますか。じゃあ最後一冊。じゃあ2番で。2番。逆に4だけが残るかもしれない。最後の一冊。あ、お、持っているカード。はい。しかも、あれちゃんと。よかったよかった。推しのやつだ。モブからのテーマですね。じゃあいきます。モブから始まる探索英雄譚は、主人公の高木海人が、時価数億の激レアアイテム、サーバントカードを手にします。はい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 、で、物語では、それを使ったら、戦乙女ヴァルキリーが現れて物語が動き出すんですけれども、うん、お二人は財布の中にこんなカードが入ってるとか何か変わったカードを持ってたりなんかしますでしょうか、うというテーマです。さっきね、イベント、ごめんなさい、はい、スライドがあります。シルフィね、はい、シルフィの紹介ですね。戦乙女ヴァルキリーね、はい、かわいい。レアモンスターからドロップしたカードから召喚されたカイトのサーバントで、素直で可愛らしい性格ですけれども、うん、実は半身なん半身、あ、そうか、バルキリーなんだ。そうですね、うん、基礎能力が凄まじく、攻撃魔法はもちろん防御魔法やチーム全体の戦闘力を上げるスキルも持つ万能型となってますね、うんうん、なるほど、はい、かわいい。バルキリーが半身というのがピンとくるのもめちゃくちゃもう世代的なものを感じますよね。カードからオタクはみんなそう思っている。そうそうそう、うんうん、いいね。なんか経験稼ぎしてたら偶然レアドロップしちゃうみたいなやつは男の子の夢だわ、いいっすね、うんうん、じゃあということで、はい、トマコちょっとこんなカード持ってるよって話をぜひしていただければって感じなんですけど、さっきイベント前のメイクルームとか楽屋でカードの話一つ僕は桑原さんにしましたよ。カード、とんでもなく貴重なカードが俺の財布には入ってるんですよ、はい、貴重なカードが青木さんのお財布に、もうオウム返しだAI に仕事を奪われた人が朝しました、朝した朝した朝、話の導入は桑原さんが俺に突然スタバの LINE ギフトを送ろうとしたところ、それだそれだ、はい、突然桑原さんが俺に、ハクさん、スタバ飲みますかって言ってきてはい、いや、そんなには飲まないですねって言ったら桑原さんが愕然とした顔でへーってなってだ、自分の物差しでこう人にプレゼントあげちゃいけないなっていう、何かと思ったら一応2月が誕生日なので、はい、あ、違う、本ちゃんのプレゼントは別で用意するんですけど、一旦今日の分をスタバカードで絶対喜ばれると思ったんです。もうウッキウキでドヤ顔でスタバ飲みますみたいな言ったらえ、嬉しいって言うと思ったんですもん、ね、思いました。あんま飲まないですそんな人いるそんな人いるってなる、めっちゃ盛り下がって楽屋が青木さんがスタバをあんま飲まないばっかりにめちゃめちゃ盛り下がって衝撃でした。 そんな人いるんだって。で、 LINE ギフトとかでもらう機会あって、確かに誕生日とかにスタバ送られてくること多いんで、はい、私来たらもうめっちゃ喜んでスクショ撮って、ちゃんと期限切れないようにほっとくとスクショ撮らないと忘れちゃうからね、期限とか意外と1ヶ月くらい上に固定して、はい、固定して絶対に損しないようにしてる。これは使い切れずに終わっちゃうことも多くてって話をしてる時にパッと思い出したんで、僕の財布の中に実はスタバカードが1枚入っていて、何円分っていうよりかはなんかチャージしてあるやつ、だから何円入ってるかパッと見は分かんないんだけど、これが何かっていうと、2年ぐらい前かな、1年前か2年前ぐらいに、トヨタ萌えさんのバースデーイベントの司会をしに行った時に、楽屋で普通にその準備とかしてトヨタさんと打ち合わせとかしてたら、トヨタさんのユニットの相方の伊藤美久さんが、萌えさん おめでとうって入ってきて、はい、でおめでとうって萌えさんにその、プレゼントを渡す同時に、うんうん、そこにいたマネージャーとかスタッフ一同にスタバカードを配り始めた。すごくないですか、カードを頑張ってる人に、頑張ってる人に姉さん今日も頑張ってるからその流れで俺も1枚くれて、今さんも頑張ってるからってくれて、俺頑張ってんだと思って伊藤美久からスタバカードもらえるくらい俺頑張ってたんだと思って
お守りみたいに財布に入れっぱなしにしてある使ってないんですって。そうじゃないんですね。あのいくらチャージしてあるかもしれないから、いくら いざ使ってみたら0円の可能性あるんだよ入ってない。そうそうそう、側だけ、そう側だけの、ただ頑張ってる証だから。でもとんでもない金額が入ってる可能性も。80万とか逆に伊藤美希さんそんな激ヤバギャンブルやってその要は空のやつと何十万のやつをいろんな人頑張ってるからって配っておいて、俺がある日使ってみたら急に残高のところに79万8千何百円も出てきて、あれそんな入る、そんな入るのに糖尿病になっちゃうよそんなにスタバ飲んだら一回使ってほしいあれテレカみたいに穴開いたりしないで綺麗なままそんな古い形でやる別に使っても汚れない。そうか確かに、はい、一回使ってみようかな。一回使ってみるのもいいかな。びっくりする額が入ってるかもしれない伊藤美久ジョーク何年越しかにちゃんとお礼言わないといつお礼来るかなってなってるあの時青木さんに80万円のカード渡したなっだからちゃんと確認してお礼をもう一度改めて確かに言うなり返すなりさすがにこれはっていう。確かに不思議と80万入ったら今更申し訳ありません。そう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 、めちゃくちゃ謝罪するとそう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 、俺かもしれないし、その向こうの事務所のマネージャーたちか、メイクさんかもしれないし、スタイリストさんかもしれない、誰かが大金の入ったスタバカードを持ってる可能性がある。そう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 、なんか確認はしてほしいちょっと残高紹介だけします。持っているカードの話です。そう、でも私はそのカードをあんまりいっぱい詰め込むと、うん、なんだろう、お財布が革なのでなんか伸びたりとか、はいはいはい、ちょっと形がねついちゃいますもんね。そう、それが嫌なので、もうほんと最低限のものしか入れてなくて、うん、カードはカード入れにしまっております。はい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 、はい、え何受けカード入れ、カード入れが蛇腹でした。確かに、ね、カード入れに、そのマジシャン、マジシャンみたい、マジシャンタイプの敵このそのドラクエとかでこの状態がデフォルトの、このカードカードがいっぱいあってそうそうそうってなってるタイプの、めちゃめちゃ雑魚いじゃないですかショットガンシャッフルみたいな。ショットガンシャッフルはカードを痛めるのと同じ、あのパンドラ戦でおなじみのバラララってなってる状態カードはカード入れにしまって、でもそんな余計なカードはないですね、全部捨てて。わかる、なんかエースのカードというか、結局これしか使わんなもあるし。そうですそうです。ただなんか唯一その出先で病院にかかるかもしれないしみたいな、念のためのなんか、はい、あの病院のカードとかも入ってる。あーそっか、保険証とかは一応入れてるんですけど、はいはいはい、もうポイントカードとかは一切入れてないですね、もう。へー、はい、ないです。そうか、ポイントから足を洗った人だ。あの結構電子になってませんもん。増えましたね。そうです、あれ嬉しい、どんどんポイントカードを電子にしてほしいありがたいです。もう行かないかもしれないし、一回行ったらみたいなので、もう全然カードはカード入れに入れてるし、お財布にも必要最低限のしか入ってないんですけど、カードと一個違って、はいはい、お財布を買った日があの一粒万倍日みたいな、あ、はい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 、今日買おうと思ってちゃんとお財布を買ったら、なんかこう五円玉みたいなお守りみたいな、その縁起の良さそうなやつが入ってて、うん、お財布に、お財布に今日一粒万倍日ですのでみたいな、ですので感じで、これあのなんか記念品ですね。そのサービスカードみたいなもらったんですね。そのなんか本当に、あでも五円玉の形してて、リアルなコインなんですけど、コイン、へえ、でも五円玉ではない、五円玉を模した縁起の良さそうなものが入ってて、うん、ぜひお財布に入れてみたいな感じなんですけど、買った時点で最初に入れるものを決めつけられるの少しだけ嫌ですそれがちょっと膨らみがすごくて、あ、やっぱりそのね、皮がボコってしちゃうんですよね。そうです。で これはでもなんか捨てるのも縁起悪そうというか、一粒万倍日ですのでとかがやあの店員が言って、あの瞬間言われたの一粒万倍日ですので 100% 善意でね。そうです、向こうもね、何度もゴミ箱のここまで行ったんで一粒万倍日ですので、一粒万倍日ですので、お客様の幸せをお祈りしておりますって言葉が頭をカットインしてこれ捨てるときどうしたらいいんだろう確かにね。そうです、その膨らみはあるけど、うん、っていう感じです。出どころの分かるお守りはその神社までお返しにしに行かなくちゃいけないね。確かにね。そうですそうです、人からもらったお守りが一番どうしたらいいか分かんないっていう、
確かに。そうなんです。お焚き上げとかなのかですかね。みんなでやるか、お焚き上げ勝手に。あ、みんなで。そろそろ財布の中から捨てたいものをみんなで焼く。それから単なる野焼きじゃない。ダイオキシンとか出ちゃう。そうかも。東京都で野焼きすることなかなかないと思いますよ。確かに。どこそのバーベキューとか行ったタイミングで。いやいいの。その2台借りといて肉焼くやつとカード焼くやつ。カードとかお守りとか焼くやつ。自分で焼いていいの。たまにもらうんだよお土産で。どこどこ行ってきたの。あ、お守りとかですよね。確かにね。だからそれはもう持ち歩かないことにしてる。おなんか共にしばらく過ごすと、うんうん、意味が出てきちゃうじゃない。ああ。だからお守り置き場みたいなやつを作ってもそこの引き出しに入れちゃう。あ、なるほど。どんどん俺の机が。あ、でも皆さんがハッピーを願って青木さんに送ったものだから、うん、きっと効果をもたらしてくれるプラス、うん、なんか人からもらうといいみたいなのも聞いたことありますよ、ね、へえ。わかんないなんか聞いたことがかけらで喋りましたかけらを手立てに喋る諸説あります。自分で買うよりも人からもらった方があなたが幸せになってほしいという願いが込められているということでよろしいでしょうか。諸説あります不安ではあるなんか聞いたことあるから友達と買ってこう交換したりとかしてました。じゃあ、次回までの宿題として全員がお守りのそのなんていうか外側に5000円を入れて交換しませんで大事な時に使うって決めてさみんなで。何を言ってるの俺だけ絶対乗り切れないんだよないいアイデアだと思うんだけどないいアイデアだと思うんですけどね村上氏とは意外と意見が一致してる。なんでここ一致するんだろうな。お小遣いでもここで2でやり合ったらただお金がいってくるだけだからあんま意味ないんだよな。そうなんか3でも同じじゃないですか。その3人以上でやって翌月何に使ったよって報告し合うのが楽しい。そうそうそう。で多分ダメだ全然ピンときてないでやるのもなんか違うんだな。同じそのよう同じ給与形態で働いている人同士が5000でやるんじゃなくてこの俺とその村上氏と桑原さんっていう全く違う業態の3人がやるから5000円の価値も変わるし面白い使い方も違うから面白いんだと思う。私だけ全員乗り切全員みんな分かってるよこれ。私が桑原さんだったら絶対そこやりたいのにって全員思ってる、なんか意味なさそうだね1時間使っても押し切れませんでしたということでございました。そろそろ終わりにしましょうか。そうしましょう。はい、ではエンディングに参りましょう。はい、桑原ゆき青木優馬のお小遣いシステムおしゃべりな女のアットライブ終わりのお時間です。なんか犬に時間で餌あげる給餌器みたいな形で月に1回5000円がカシャーンって出てくるマシーンとか家に置こうかな。自分で入れるんだけど1年分とか確かにその積み立て の, あの旅行のお話もそうですけどなんか自分から自分にへそくりじゃないですか。あ、ここにこのお金あったんだみたいな。ジーパンのポッケから出てくる1000円とか嬉しいじゃん。それは嬉しいかも。それは分かります。それと一緒です。ジーパンのポッケだと思ってくださいどういうこと全然なく。ここでホビージャパンからのお知らせです。はい、あ、来ましたね。テレビアニメ魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだがどうめでればいいは2024年4月放送開始です。近づいてまいりました。あっという間ですね本当に。はい、新たに発表されたキャストはシャステル役菱川花さん、バルバロス役谷山紀章さんあのキャラ名に感情をするのやめてもらってごめんなさい。推しなのは分かるんですけど喜びのあまり、うん、はい、フォロ役美坂茜さん、そしてラーファエル役稲田哲さん、マニュエラ役伊藤彩紗さん、ナレーションが森川俊之さんです、はい、感情がこもってしまった嬉しくてね、窓目の感情が、ね、みんないい人ばっかなんですよ、窓目。もうだから読んでるからもうキャストの声で頭再生できるわけでしょ。もう見ちゃったんでね、キャスト見ただけ。特にバルバロス、バルバロス特に集中してしまったから。桑原さん今からこんな感じだったらもうアニメ始まったらどういう感じなのか毎回窓目会の可能性ありますね鼻にティッシュ詰めてくるかもしれない。わかりやすい。興奮しちゃう。わかりやすい。毎回オープニングトークであの4話分の感想を言って40分地点ぐらいからトークテーマの可能性ある。いよいよ本当にホビージャパンのちゃんと宣伝番組の体を作れそうだな。逆にオープニングとか早く見たい。確かに。そう、オープニングテーマは、うん、ザ・ブロービートのわからない愛に決定。オープニングテーマが聞ける新しい PV も公開されているのでぜひ見てくださいね。気になる。原作小説は18巻、うん、コミックスが11巻、外伝コミックス、これですよ、うんうん、2巻まで発売中です。ですよっていう
はい、ぜひ合わせて読んでみてください、はい、よろしくお願いいたします。お願いします、新刊告知 PV が毎月発売日に、こちらのチャンネルで公開されております、うん、現在は2月発売の HJ 文庫と HJ ノベルスの新刊動画がアップされておりますよ、ぜひ新刊をチェックしてみてくださいね。はい、そして今月ピックアップしましたモブから始まる探索英雄譚異世界はスマートフォンとともにをよろしくお願いします。お願いします。はい、最新情報は概要欄とそれぞれの公式ホームページ&ツイッターでチェックをよろしくお願いいたします。お願いします、うん、そしてこの番組はアーカイブに加えてなんと公式の切り抜き動画やショート動画もこのチャンネル内でアップしております、うん、お小遣いをあげあおうのくだりショートになりますかね。あーでも私が理解してない理解っていうか、まあ、もう拒絶で全然いいんですけどあの総出で意味わかんないこと言ってるだけで、ね、6人が立ち上がって不安になるしぜなんか演者の目がずっとあそこ面白い。いや確認したい。俺は勤めて気にしてない体で喋ってるんだけども明らかに桑原さんとも目が合わなくなるなんかちょっと眼球の位置違ったんで右と左 で俺は俺でこうやって見てるんだけど確かによく考えたら俺別に普段からこうやって桑原さんに喋らないしなんとなく村上氏とか見てやるんだけどその村上氏とかもそのみんな立ち上がって向こう行っちゃう気にしないように気にしないようにアーカイブでぜひその瞬間を確認し直してほしいですね。全員がふわふわした時間流れてれその瞬間でこっち側のカメラ欲しかったですねそうそうバタつきのやつやばいやばいやばい。じゃあ最後に軽くね感想とか読みましょうか。はい、あやっぱバルバロスについてね皆さんがあえ何ですかバルバロスが何ですか。桑原さんがいや桑原さんのテンションが上がってるって話バルバロスの話では盛り上がってないですけどまだ盛り上がろうぜみんな。ねえさっき の, あのお小遣いのくだりなんかのピンときてない人の方が全然多いっす、ね、マジでほら、まあ、あれみんな若いのかなほらえそういう問題ですか。お小遣いをもらうという行為への憧れ、うん、かれこれだって25年ぐらいもらってないわけですよお小遣いなんてものは。もらえるのは全然大歓迎なんですけど。もらえるのは全然大歓迎じゃあ例えばですよ、はい、そのさっき の, そのロンダリングの3人でぐるぐる回すパターンは嫌だと。なんかちょっとロンダリングって言っちゃうとなんかちょっと急になんかあのじゃあ毎月桑原さんに俺が HJ で会うたびに5000円お小遣いあげますよはどう。全然いいです。全然いいの怖くないえ大丈夫です。大丈夫なの、はい、始めるよありがとうございますって言って何に使ったかを報告してもらいますじゃあその場合。ただでもらおうなんてそれはだってそれがお小遣いでしょうか確かに自由にしてる確かになんかあの値段って買ってもらうんじゃないんだもん自由にしていいんだどっちかっていうとあのなんかお父さんの感じになってますよ、うん、で全然全然なんかもうそのなんか使い道聞きたがる感じとかすごいお父さん感が。あ確かになんかそういうのうざかったな中学生ぐらいの時なうざかっただろう。だからそれが聞かれるのがうざいんだったら回しましょうよって話全員が全員のお父さんになったら誰もが誰かのお父さん誰かのあ、それは僕も意味わかんない今のは意味わかんなかった奇弁の極北まで来た、うん、終わろうか分かり合えなかったはい、ということでございまして皆さんね感想ありがとうございます。まだまだその本編の配信の感想もそうですけどイベントの感想なんかも書いていただきましてですねあ行かなくてなんかその次回は絶対行きたいなと思ってもらう確率も上げていきましょうどんどんね。はい、じゃあそんなですね感想を書き込んでもらいたいハッシュタグがこちらでございます。はい、これです。早い早いどうですかもう嫌かそのイベントでもやったし今日オープニングでもやったからもう嫌か。はい、どうもこれです。これでーすそうそうそうこれでーすお願いしますこれでーすたまにはこんな回もね乱暴にハッシュタグ扱ってみてもいいじゃないかと、はい、お願いします、はい、これでね皆さんのダブルフリップイリュージョンへの思いが高まって来月を迎えられたらなんかちゃんとあの回ちゃんとやってくれなくてなんか寂しかったな今まで大事にして来なかった俺が悪いのかななんてことをみんなが幼馴染の大事さに気づくと気づいてくださいこういう回見えるかな。はい、いやいやいやあ俺があの時ちゃんと見えなかったから今日はこんなに雑にやっちゃってんだかそっか俺変わったのは俺かなんてなんていう思いでね1ヶ月過ごしていただいて覚えてこれぐらいこれぐらい覚えてそうハッシュタグくらい覚えてほしいね。もう毎回やってて、ね、これぐらい覚えて同じなんだからハッシュタグは毎回フリップ2枚出す。あとそもそもなんで2枚出す甘えないで甘えないでよ、はい
感想お願いします。はい、ということで今年皆様たくさんの感想よろしくお願いいたします。はい、ではではそろそろ終わりにしましょう。はい、お相手は桑原ゆうきと青木ゆうまと、はい、ホビージャパン村上でした。ありがとうございました。バイバイ。一日ありがとう。一日中ありがとう。ありがとうございました。5000円を交換しよう。それは嫌。